ロディーからブルータイマーの間は実際にその時間の経過があったと思うんですけど、今回はそのブルータイマーの中で冬パートから春パートで、そこでそのなんだろう、そのさっきの時間の経過とはまた違った部分でなんか成長した部分みたいなのが映ればいいなと思います。時が止まったかのようなあの撮影だなっていつも感じるので、何ですかね、でもそれが出来上がった時に幻想的な世界観だったり、すごいあの素敵な仕上がりになってるので、今回も私はね、あの少しの出演だったんですけど、出来上がりが本当に楽しみですね。はい私もなんかそうエリーが最後に出てくるって思ってなくて、なんか台本も違うかったらしくて、うんうん、そうそう、私の台本にもエリーのことも、エリーがいるような気配を感じるとか、うんうんうん、なんかそれぐらいだったから、なんかそう嬉しい実際ね、うん、なんか実際そのエリーがもし出てないバージョンと全然多分私そのさっき撮ったとこも違うんだろうなって。うん、確かに変わりそうだね、うんうん、
なんかね、永野さんに撮られると、うん、なんだろう、緊張とはまた別の空気感があるよね。そう、気持ちがピーンと張り詰めたような、うん、あのいい意味で、うんうんうん、ね、なんか不思議な体感なんですよ、うん、なんか長野さん、さっきなんかさ、長野さんに撮られるとさ、最後まで言ってないのに、わかる、そうそうそう、もうわかると思って即答えちゃったもん同じこと思ってると思って、ね、なんかね、あるんよね、言い合わせないけど、そう、あの感じ、不思議な感じなんですよね、不思議な感じ、なんかこう、飲み込まれてる感じ、 その世界観に。改めてそのサマーメロディーがあって、その時のあの夏の琴音の続きのお話をその、まあ、作品として作っていただけたことがすごく嬉しいし、本当にありがたいし、なんかまたこのフリクエンシーの皆さんとなんか作品を作ることに私も関わらせてもらえて本当に嬉しいです。で、永野さんとにまた撮影してもらえたのがすごく嬉しくて、なんかその何回も他のインタビューでも言ったんですけど、やっぱりその永野さんはすごいその相手の役者さんのことをすごいまっすぐ考えて真剣に向き合ってくださるから、なんかすごい大切な時間でした。その撮影カメラ回ってないとこでもなんかちょっとここはこうかなとかいう話をしたりとか、そういう時間もすごく大切だったし、なんかその打ち合わせの時にそのお芝居についてちょっと考えてみようみたいな話に最初なってて、なんかお芝居っていうものを一からちょっとやってみようみたいなお話があったんですけど、うん、なんか本当に改めてそのなんだろう、なんかこういう時はこういうお芝居をしなさいとかじゃなくて、なんか本当にその自分の心から湧き上がってくるもので自然と動くもの、なんか心が動かされて出るものとか、なんかそういう部分をなんか改めて教えてもらったし、うん、本当に私にとってすごく大きな経験になりました。雰囲気があるみたいな。あ、そうなんだ、それはいいのかな。これ今の私の言葉なんですけど、うん、いや要するにあの僕はどっちかというと僕がその、まあ、まあ台本はねもちろんいろんなあの人たちと一緒に作っていくものなんで、その物語っていうのはもちろんベースがあるんですけど、そのベース自体がもうほとんど当て書きというか、例えばあの琴音ちゃんとかあのエリちゃんとかこの2人のその持ってるものを僕らができるだけ吸収して、それで本をまあ取りながら変えていくみたいな作業をずっとやってるので、あのむしろ僕がお邪魔してるっていうか、あの入り込んでいく作業っていうか、でもやっぱりそのできるだけ2人の中の間にいる空気みたいな、あんまりこうカメラがありますよみたいな撮ってますみたいな感じにはしたくなかったっていう、っていうか、うん、なんか自然にそこに一緒に入れたらいいなっていうのが一番あの努力したところですね。なので彼女たちがそのお邪魔してる感っていうのはもう僕はちょっと逆にびっくりという、ああそんな感覚なんだっていう、ちょっと僕まだちょっとよくわからないんですけど、その感覚が、うん、まあ、お邪魔してるっていう言葉は使ってなかったんですけど、あ、そう、中野さんの世界に自分たちが入り込んでいくというか、そういう感覚だみたいなことは、うん、なんか何にも別に指示しないんだけどね僕。
あのここに立ってくださいっていうのもほとんど、まあ、なんとなくこういう風になっててみたいな、できるだけそういうこともなくしているんですけどね。なんか全然悪い話じゃなくて、そのなんていうんでしょう、お二人の中で言葉にすごく表しづらくて、何と表現していいかわからないんですけど、強いて言うならそういう感覚みたいな。うん、なんかもし彼女たちがいい意味でそれを言ってくれてるんであれば、あのなんかその自分自身とその自分が作ってる、もちろんお芝居をしているので、その役っていうものがそのいい意味で共存しているっていうか、心地よさみたいなものがね、彼女たちに芽生えてくれているんであれば、僕はすごいそれで幸せですけどね。それがそのまま多分フィルムに残ってくれて、見てくれる人にも伝わるとは思うので、うん、だから特に劇的な話ではないんですよ。当たり前というか、よくみんなが経験すること、当たり前の、要するにまあ逆に言うとその映画になりにくい題材なのかもしれないんですけど、まあ、そのだからこそその映画になるというか、うん、と思うんですよ。やっぱり一人一人の人生って考えると、やっぱり重いことなので、みんなこれからどんどん年を取っていくと思うんです。いろんな人に出会ったりとかね、それすごくあのそうなってくると、 今この時間、例えばエリちゃんとか琴音ちゃんと一緒に僕がいるっていうのは、すごくこうその時だけ、まあもちろんそっから先もそれまでももちろんあったんですけど、その時は一緒にいるっていう、すごい僕にとってはすごい、うん、本当に幸せな時間というか、うん、あの2人と入れてよかったなと僕は思います。いい写真撮れそうじゃん今日、うん、だんだん晴れてきてね、嬉しい、ね、ちょうどいい、そうですね、どんどん写真を今のうちにちょっと撮ってみ、私の作業、長野さんが撮ってたからいい、うん、いいんだよきっと、ここはあー、わかるわ、はい